日アジ YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。セレナを買うならオプションてんこ盛りになりそうだな、案内人の M です。はい、ということで本日持ってまいりましたのはこちらでございます。日産セレナのカタログです。いやいや、今更カタログで喋れねえよ、ちゃんと実証を出してきて喋れよと、そんなツッコミも来そうなんですけれども、今日はこのカタログで喋っていきます。で、なぜかというと、今日お話をしていくのはこのセレナの中でも挟んでありますこちらです。はい、セレナのオプションパーツカタログですね。はい、セレナのオプションパーツについてちょっとお話をしていきたいと思います。で、オプションパーツ、まあよく純正パーツとか純正オプションなんて言ったりするんですけれど、決して安くはありません。結構高いなって思うものも多いんじゃないでしょうか。だけどせっかく新しくセレナ買うんだから、新しい車買うんだから、オプションパーツもこだわりたいなって思って、皆様これをですね、いろいろご覧になって、夢を膨らませながら、これは欲しいな、これ欲しいけどちょっと高いからどうしようかなっていうのを悩まれると思うんですよ。でも私たちも分かってるんです。このオプションパーツカタログって決して情報が何もかも載ってるわけじゃない。なんなら、このオプションってつまりどういうことなのって思った時になかなか分かりにくい部分があったりするんですね。で、このカタログだけじゃ分かんないのに、でも実際に日産のディーラーに行ってみても、実はオプションパーツって取り付けされてる試乗車がありますよとかってごくごく一部、全部のパーツが付いてるなんてことは絶対にありえないんですね。はい、カタログだけ見てもわかんないんだけど、じゃあ実際これどんなものなのかって現物も見れない。うわ、どうしよう、ちょっと高いんだよな、よくわかんないからやめとこって思われる方いるんじゃないでしょうかと思ったので、私は今日こちらのオプションパーツカタログから、私が個人的に気になっていたけど分かりづらくって足踏みしそうだなっていうインテリアパーツを4つ紹介して、どんなものか詳しく見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、では改めまして今日見ていきますのがこちらです。ウェブからダウンロードしてきましたオプションパーツカタログの PDF でございます。オプションパーツカタログは PDF でダウンロードできるけれど、普通のこっちのメインのカタログの方って PDF のデータダウンロードできないんですよね。まあそんなことは置いときまして、これ見ていきたいと思います。で、今日はインテリアパーツについて詳しいところを見ていきます。なぜかというと、外装パーツってのは要は見た目でしょっていうところで、まあそんなに分かりにくいところないんじゃないかなというところなんですよね。エアロをつければ車がかっこよくなる、それでいいんですよ。でもインテリアパーツって結構ですね、なんかこれってつまりどうなんだろうなっていうふうに思うところがちょくちょくあるわけなんですよ。はい、で、今日私がおすすめしたいインテリアパーツ、セレナのインテリアパーツの一つ目がこちらです。はい、シートカバーですね、じゃんと。で、このシートカバーってすごくいいなって私思ったのが、まあもちろんシートカバーって何のためって、車本体のシートを汚れから守るためなんですけれども、こちらですね、さらっと書いてあります。簡単に着脱できてすぐ洗える。へぇ、シートカバー簡単に取れるんだっていうところ。よくですね、今まであった純正のシートカバーって、もうびっちりしっかり全体を囲って覆ってあげることによって、ぴったりフィットしてしっかりシート守りますよっていうものが多かったんですけれど、これって要は、汚れたシートカバー洗おうと思っても取り外し結構大変で、まあ汚れたけどとりあえず軽く拭いてそのまんま置いとこうっていう、そうなりがちだったかなと思うんですよね。で、このセレナ特にまあ小さいお子さんとかも乗る機会が多い車かなと思います。で、子供ってめっちゃ食べこぼしするんですよね。皆様ご承知かと思いますけれども、お菓子とかの食べこぼしもそうだし、なんかチョコレートとかついた日にはこれが車本体のシートだったらどうしようと。だからこのシートカバーをつけて、でも取り外しが簡単だから、安心ですね。簡単に洗えますねと。じゃあ取り外し簡単ってなんか、ここにですよ、ちっちゃく写真がなんか載ってるんだけど、どういうこと？はい、ということで、今日はですね、こちら、じゃん。
取付取扱説明書の PDF を持ってまいりました。これもちろんですね、ご購入いただいたお客様には必ず紙の状態でもお渡しするものになってるんですけれども、まず取付完成図をご覧ください。分かりにくかった1点目、これどこまでカバーしてくれるのかっていうと、フロント、セカンド、サード全部の席をしっかりカバーしてくれるものになっているんですね。で、なんならこのヘッドレストの部分もちゃんと後ろまで、そして3列目の真ん中のヘッドレストまで、あ、ちゃんとカバーしてくれるんだという、これも知っておくだけで買うときにいろいろ安心感があるかなと思います。で、一方でですね、これパーソナルテーブルのありなしによって実はちょっと違いがあったりとか、あとこの画像を見ていただいてもわかる通り、セレナのスマートマルチセンターシートですね、この運転席側と2列目の間を行き来できるスライドするシートですね、こちらがですね、対応になっておりませんというところ、あ、なるほどね、センターシート特に、まあ、2列目に3人座る場合ってこのセンタースマートマルチセンターシートをちゃんと起こしてあげて真ん中用の席にするんですけれども、まあ、そこには扱わないんだねっていうところも、事前にご承知いただければと思います。で、気になるどうやって取り外して取り付けするのっていうところなんですけれども、これですね、ズズズッと見ていくと構造がわかります。例えばヘッドレストカバーは、あ、くるっと被せるようになって、マジックテープでこれ留めるようになってるんだっていう、こういう構造ですね。これがフロントセカンドシート用と、あとこれサードシート用と、サードシートの真ん中用で、あ、ちょっと少し形状が違うんだけど、まあでもこれ見てもらうと、カポッと被せてマジックテープで留めるだけなんで、あ、簡単そうだなというところがですね、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。そしてシートカバーがこんな感じで、フロントシートカバー、おー、なるほどなるほど、ヘッドレストを外していただいて、ここ上側がちょっと肩の部分ですね、これが袋状の構造になっているので、そこにガボッと、差し込んでもらって、で、あとヘッドレストの根元の部分のところを軽くこう押し込んでつけていただいて、最後にこの下の部分押し込むって書いてあるんですけれど、これ押し込むってどういうことっていうとですね、これはもうちょっと分かりやすいのこれですね、はい、棒が、はい、ついてまして、先っちょの方に、で、この背もたれの部分と、座布団の部分の間のこの隙間にギュッと押し込んで固定できるような構造になっているんですね。これ背もたれ側も座面側も同じような作りになっていて、座面側もポンと前側をかぶせて棒をギュッと押し込むと、あ、これだったら取り付け結構簡単そうだなって思いますし、取り外しもこれギュッとこの棒の部分を抜いてあげるだけでしょうというところで簡単だなと思います。で、セカンドシートについてもほぼほぼ同じような構造で、ヘッドレスト外してギュッと上を差し込んで、ヘッドレストのところをキュキュッとやってもらって、最後にこの下の部分の隙間にギュッと棒を押し込むという構造になっております。で、注意していただきたいのがセカンドシートバッグについては、左右で多分これパーツがですね違ったりしますので、まあ、このどこに当たる部分の、カバーなのかなっていうところだけ、注意して取り付けをしていただくといいのかなというところです。で、左側もこんな感じで、基本的な構造はサードシートも同じです。やっぱりこう片側もしくは座面の前側を差し込んで、で、棒を隙間に押し込むというだけの構造なんですよ。あ、これだったら結構確かに簡単に取り付け取り外しできそうだし、まあカバーされる部分とカバーされない部分の違いというところもですね、お分かりいただけたんじゃないでしょうか。はい、改めて見ましょう。これだけ見てもちょっと分かんないよねっていう話なんですよね。不親切で誠に申し訳ございませんなんですけれども、これだけ見るとですね、なんならサードシートまでカバーするかどうかすらもよく分からないというところになっておりますので、まあ、皆様こちらの情報を参考にしていただいて、決して安い商品とは言いません。でも、ここまで分かっていただければ、その上で、あ、だったら買おうかなって思う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ぜひぜひご検討いただければと思います。はい、続きましてご紹介したい内装アイテム2つ目がこちら、カバー続きで申し訳ありません。アームレストカバーですと。もうこれなんとなく、あ、運転席のアームレストのカバーなのね。
書いてあると、なんか安定感のある幅広タイプで高級仕様の厚手の生地を採用、疲れやすいロングドライブなどでが大活躍します、スマートフォン専用ポケットも装着なんて書いてあるんですけど、何これ幅広ってどういうことっていうところがですね、私もこれ見てよく分かんなかったんですよ。なので同じように再度こちら、アームレストカバーの取り付け取り扱い説明書でございます。これどうなってんのっていうと、まず見ていただいてこっちの画像の方がよくわかります。あ、なんか幅広くなってると。ちなみにですね、標準のアームレストっていうのは、ごめんなさいね、ちょっとわかりにくい写真なんですけど、これです。運転席のアームレスト、これで結構幅的にはこんなもんです。こんなもんの幅に、なっているんですけれども、それがカバーをつけることによって幅広になっております。どんな構造かっていうと、こちらでございます。パーツが1、2、3個。3個のパーツに分かれていまして、あ、1個目のこれがなんかこう幅を広げるためのパーツっぽいな。で、それをなんか覆ってさらにカバーをするみたいな、そんな構成なのかなというところです。ちゃんと見ていきますとですね、こちら、アームレストカバーのさっきのパーツですね、やっぱりこれがちょっとこう幅を出すための、はい、この色が染まってる部分がですね、オプションパーツの部分ですので、はい、幅を出すためのパーツになっておりまして、これ、まあ、マジックテープで下をキュッと留めるようになっているんだと。で、さらにそこの上からもう一個、ぐるっと囲むような、なんか補強とクッションになるようなパーツなのかな、こちらをぐるっと囲むようにこれもマジックテープで取り付けをしていただきますと。で、最後にそれを覆う形で、これ靴下みたいな構造なんですね。キュッと、最後にカバーを履かせて後ろをマジックテープで留めるという、そんな3つのパーツから構成されております。で、まずこれで分かったこと1つが、あ、これ邪魔になったら、まあ、外すこともできるんだなと。で、車本体を何か加工するわけじゃなくって、全部マジックテープのパーツで留めてるものなんだなっていうのが分かりますねと。で、なおかつ、あ、しっかり、いろんな構造を使ってアームレストの幅を広げてるので、まあ、強度的にもしっかりとこう、肘を置いてあげられるような作りなんだなっていうのが、なんか分かっていただけるんじゃないかなと思います。で、このアームレストカバーですね、注意点がございまして、これはカタログにも書いてあるんですけれど、アームレストカバー装着時、スマートマルチセンターシートはフロント席側へ移動ができません。これ結構大事な情報だと思います。さっきもちょっと出てきました、スマートマルチセンターシートってこれです、これ。画像がいろいろ出てますけれども、これどういうものかっていうと、はい、シートがセンターシートが前後にスライドして、まあ、もちろん運転席、助手席の間でも席になるわけじゃないんですけれど、ここにですね、いろんな小物を置いたりとか、あとアームレスト代わりに使っていただいたりとか、そんなことができるものになるんですけれど、先ほどのアームレストカバーを取り付けていただくと、どうしてもですね、このセンターシートが前後に行き来する部分の幅を取ってしまいますので、まあ、前に持ってくることはできなくなりますよというものになるんですね。なので、まあ、これも、必要だな、なんかあった方がいいなと思って取り付けをして使っていたんだけれど、使っていくうちにだんだんやっぱり必要ないなっていうパターンがあるかもしれませんし、まあ、あと、車の使い方が変わって必要なくなったよっていうシーンも出るかもしれません。そういう時には、あ、じゃあアームレストカバー外すこともできるのねっていうところですね、知っているだけでもですね、買う時の判断できるかなと思います。続きましてご紹介する3つ目ですね、これはまあまあ簡単なんですよ、ステップカーペットです。これ何かっていうと、フロントドアとスライドドアのステップに装着し、傷や汚れからが保護するカーペットですということで、これですね、ステップの部分ってカーペット敷かないとどうなってるかっていうと、こんな感じで、これイルミネーションついた画像ですけれど、この部分なんですよね。フロントとリア、ここ、ただのプラスチックのパーツになっております。で、これ実際ですね、私もセレナを何度も乗ってきた中で思うのが、ここの部分って、割と、砂ぼこりとかが溜まっているとですね、滑りやすくなるんですよ。靴で踏んだ時にここがジャリッとなって、まあ、そのジャリッとなる感覚もちょっと嫌というか、プラスチックを傷つけてそうっていう罪悪感もありますし、なおかつ、こう、パパッとここのステップに足を踏み、かけた時に、こう、ずるっと滑りそうな、そんな雰囲気を感じるんですね。あ、なので、あ、なるほどね。
カーペットがあるとそういう不安もなくなるし、なんか気持ちよく使えそうだなっていうのが思って、いいなって思ったんですけれど、じゃあこのステップカーペットってさっきのプラスチックパーツのところに乗っかってるだけなの？いや、そんなわけないよねっていう、そこの不安ですね。こちらも同じく説明書の方に書いてあります。これは 何で止めてるかっていうと、こちらですね、マジックテープをここの車のステップの部分に貼り付けをして、でマジックテープであと固定をしているというものになりますので、まあ、カーペットちょっと掃除したいなっていう時にはベリベリっと剥がしていただくこともできますし、でしっかり固定をされるものなんだなっていうところですね。これも知っておいて損のない部分じゃないかなって私は思います。簡単でしたけれど、ステップカーペット3つ目でございました。最後に4つ目の、オプションパーツ、私ご紹介したいなと思ったのが、これですね、ラゲッジボード、まあ、これ使い勝手の部分は分かりやすいと思います。このセレナのバックドアを開けたところに段を一つ追加してあげることによって上下に荷物を分けることができる。なおかつですね、セレナはデュアルバックドアということで、これ上半分だけを開けて荷室にアクセスできるようになっております。でただしですね、この開けた先のこの部分っていうのはちょっと深くなっておりますので、画像に戻りまして、これがつくことによってデュアルバックドアの上だけ開けた時にも荷物をすごく置きやすくなりますよというところがですね、使い勝手の向上になるアイテムとなっております。でこれ、まあなんとなくここにこう板乗せてんのねっていう話なんですけれど、じゃあ実際ここ板ってどうやって固定されてるのって気になりませんか？私は気になるんですよね。はい、こちらラゲッジボードの要領書でございます。これどうなってるかっていうと、まあまずこの色が染まってる部分がですね、もちろんボードの構成になってまして、あ、まずここで気づくのは、サードシート3列目を展開した状態の時にその脇にこうぐっと回り込むような形で、お、固定されてるのねっていうところ。そしてこの手前の部分、どうやって固定してるんだっていうと、これはですね、実は車の本体を少し加工させていただいております。このですね、バックドア開けた一番際のあたりの部分をですね、ちょっと穴を開けて加工しまして、そしてボードキャッチと呼ばれるパーツがですね、固定されております。はい、こんな感じ。これちょっと場所がどこか分かりにくいかもなんですけれど、このボードのこちらの一番際の部分ですね、外側の際の支えている部分がこんな感じでちょっとぴょこっと飛び出しているボードを支えるパーツが、追加になっていますよという風になるわけなんですね。ボードキャッチ。で、このボードキャッチのところに、このボードをはめ込んでいくという、そんな構造になっております。なので、ボードの車両前方側っていうのはじゃあどうなってるかっていうと、これはですね、ホイールハウス、まあちょっとこうタイヤがある部分が室内側にぐっと盛り上がっておりますので、前方側はそこにボードを置いて、で、後方側はこのさっきつけていただいたボードキャッチにカポッとはめ込むという、そんな構造になっているんですね。なのでただ置いてるだけじゃなくて、こうパコッとはめ込んでおります。だから、ちょっと心配だったのがですね、サードシートを上に跳ね上げた状態の時って、このボードを取り付けした後、こう前後に揺れたりとか外れやすかったりとかしないかな。そんなところもですね、カポッとはめ込んでますので、安定して、置いておくことができるというところなんですよね。で、あともう一個ですね、画像ではちょっとわかりにくかった、写真ではわかりにくかったんですけれど、これですね、しっかりここにトレーに縁がこうついてますので、まあサードシートを上げた状態でも転がりやすいものとか、ちょっと重心高いものじゃなかったらある程度安定して置いとくことができるなとか。で、あとここにさらっと書いてあるんですけれど、マックス5キロということで、一応ですね、重量上限が5キログラムになっているんだなとか、そんなところもですね、事前に分かってていただけるだけで安心して、オプション選んでいただけるんじゃないかなと思います。ということで、今日紹介したかった最後の4つ目がラゲッジボードでした。
ということでいかがだったでしょうか。本日はこの日産セレナのオプションパーツカタログを私も見ながらですね、気になるんだけどなかなかよくわかんなくって躊躇してしまいそうな商品をですねご紹介してまいりました。決して安いものではありません。それをよくわかんないからやめとこうって思ったり、よくわかんないけど買おうって思ったりって結構その判断難しい部分あると思うんですよ。ということで分かりにくそうなやつ私ちょっと勝手に選んでご紹介させていただいたんですけれど、いかがだったでしょうか。皆様ぜひですね、もう今セレナを検討されている方もそうですし、すでにセレナ現行 C28 型のセレナ乗っているけど、あの時ちょっと迷ったんだけどやめてたんだよななんていうものありましたら再度ご検討いただけますと幸いです。後からでも取り付けできる商品ばかりご紹介しておりますので、ぜひぜひ考えてみていただければと思います。またですね、他の車種でもこれ気になってるんだけれどよくわかんなくって躊躇してたんだよねっていうそんなパーツありましたらチャット欄で教えてください。別の機会にご紹介できるかなと思います。福日アジ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。